川田組じゃよ。もうおめえのことを嗅ぎつけてるって話だで。そら俺だっておめえかばってやりてえさ。しかし今の俺は今井組の看板上げてよ、れっきとした当選人だからな。いろんな技術人があってよ、どうにもならねえんだよ。いや、俺んとこの話はともかく、これお前のためを思って言ってんだよ。悪いことは言わねえからよ。前から言ってるように早いとこ東京から身をかわせよな。いや、もし大阪が嫌だったらさ、他の連達先考えてやっからよ。そうだ、温泉どうだ温泉。え、空気はいいしよ。お前の体ガタガタなんだからよ。俺だけ売ったっていいんだぜ。売るなんて言ってねえだろうが。函館の象形でよ、おめえ俺に言っただろ、どんな時でも体張って助け合うのが兄弟分だってよ。だからよ、助けようとしてんじゃないかな。おめえいつからそんな猛者のね野郎になったんだよ。なんだと。よし、それじゃ言うなよ。兄弟分の賭場で口張りたかりやってるてめえは一体なんだ。まるっきり賭場小食じゃねえか。甘ったるねえ、この野郎。やろ、舐めてんのか。